東工大の黒川です。よろしくお願いいたします。我々の、微生物の統合データベースですけども、まあ、ここに書いてあるような、メンバーで開発を続けていっております。で、微生物を対象としたデータベースを作っておりますけれども、まず微生物研究を、まあ、取り巻く状況といたしまして、まあ、どのようなものがあるかというと、まあ、微生物はですね、地球上のあらゆる環境と、まあ、密接に関与して、まあ、存在しております。で、その微生物の研究はバイオ分野のみならず、まあ、他の多くの分野と、まあ、連携が可能になります。すなわち微生物と言いながらもですね、いろいろな環境に住んでおりますから、例えば人の体の中でありますとか、まあ、地球上の、まあ大気圏から地殻の深くまで微生物がおりますので、まあ、そういったところに、まあ、存在する微生物っていうのは、まあ、微生物のゲノム情報を通じて、まあ、それ以外の環境の情報と、まあ、連携していくということが可能になるわけです。で、まあ、このような背景もありますし、あと微生物が非常に多種多様な生命の分類になっておりますので、微生物研究分野というのは非常に多様なデータベースが非常に多数存在するというようになっています。で、まあ、ところがですね、この最初に述べたような、まあ、環境との関連性を記述しているデータベースは未だに世界中で存在していません。ほとんど存在していません。で、まあ、これもう一つ重要なことなんですけれども、この冒頭に述べたように微生物っていうのはあらゆる環境に存在していて、それらの分野と、まあ、密接に関与しているわけなのでですけれども、まあ、ほとんどのこういうデータベースっていうのは専門知識を持っているそのバイオの研究者以外の人っていうものは非常に使いにくい状況になっています。例えば NCBI の、データベースとかでも、あれをですね、例えば地球科学の例えば地質学を、専攻している先生がジェンダーを使いなさいと言われても全く使い勝手がわからないわけですね。ということで、まあ、こういうところを克服するようなデータベースを作っていければいいなというふうに考えています。で、このプロジェクトの最初の頃です、だから今から3年前ですけれども、ちょうどですね、じゃあ微生物のデータベースを統合化していかなければいけないというようなことで、まあ、とある学会でですね、我々が微生物のゲノム情報を統合していきますよというような発表をさせていただきました。で、その時に、まあ、統合のイメージをですね、まあ簡単に説明しようということで、まあ、こういうスライドを用意しました。我々、研究者がですね、学会で、とかに、まあ、参加しに行く時はですね、まず学会のホームページでどこにあるんだろうって、まあ、こういうデータベースを調べてみると、で、まあ、その次に、まあ、学会のホームページにこうぶち当たってですね、じゃあ年会がどこで開かれているのかと、で、まあ、この時は今東北大学で開かれていますと、じゃあ東北大学でどこにあるんだろうって言ったら仙台にあると、で、東北大学のホームページに行ったらそのアクセス方法が書いてあると、そうすると今度は、じゃあ仙台まで行くにはどうしたらいいんだろうって、ここで別のデータベースを調べると、で、また今度は宿のデータベースをこう調べてあげると、で、最後にはこう飲み屋のデータベースを調べてあげると、まあ、こういうようにですね、こう数限りないそのデータベースを渡り歩いて、僕ら最終的な満足のいく旅行が、旅行じゃない、出張ができるわけですね。申し訳ございません。で、まあ、こういう説明をして、今日非常にここで今笑っていただけたので、僕ちょっと胸をなで下ろしてるんですけど、3年前これを発表した時はもうシンと静まり返ってですね、お前は何を喋ってるんだと、で、何が統合かなんだと。っていうようなご批判をいただくのと、まあ、若い方々には受けたんですけれども、統合してくれるのは素晴らしいねと、で、あとはもう無関心の層と、まあ、大体この3つの層に分かれました。で、これ我々簡単に、こういうことをやりますし、こうやってる間すごく喜びを感じたりするんですけれども、実はこれものすごく知的な作業なわけですね。でこれを、まあ、バイオでやりますよ、微生物のデータでやりますよといったときに、なぜご批判をいただいたかといったら、そのご批判をいただいた方々っていうのはもうこれができる方々なんですね。もう完全にできてしまっている。したがって自分の思い通りの、データベースをもう全部どこにあるかも分かっていて、そこでどういうふうにアクセスをしたらいいかっていうのも全部分かっておられる先生方が多かった、多い。でもそういう方が多分お前が何をやりたいんだということを言われたんではないかなというふうに思っているわけです。まあそういうところで、まあ、先ほどのまとめが微生物の取り巻く環境というのがありましたけれども、まあ、そういうところで我々は、まあそういう部外者の方々含めてですね、まあ、微生物という特殊な生物ですので、まあ、そういう部外者、門外漢の方々含めて使いやすいようなデータベースというのを、まあ、目指していきましょうというのが当初の計画でした。従いまして、まあ、徹底的に情報を集めてきまして、まあ、最終的にはずっと昨日から話が出てますけれども、こういうデータ駆動型研究に、まあ、貢献できるような新しい統合データベースを作っていきましょうというのが我々の研究開発の、目標と狙いになっていたわけです。
で具体的にはですね、まあ、いろいろなデータベースが世の中に存在していますけれども、我々はそれらデータベースの中で、遺伝子であるとかゲノム、もしくはそのタクソノミーであるとか、環境情報ですね、こういう3つの大きな軸を、まあ、中心の柱といたしまして、まあ、統合していって、統合データベースを作りましょうというふうに、設計を開始したわけです。で、まあ、ごちゃごちゃと書いてありますけれども、そういうですね、異分野のデータを、まあ、数多く含んでおりますので、まあ、そういう異分野データの統合化のためには、やはりそのセマンティックウェブテクノロジーを、まあ、使っていかざるを得ないだろうなという形で、まあ、当初からセマンティックウェブでも徹底的に、開発していこうというふうにしました。で、まあ、ここに書いてあるようなことを、まあ、全て、行ってきているわけです。でまず最初、まあ、どういうデータベースを、柱にして作っているんですかということですけども、やはり我々独自のデータというのはそれほど持っておりませんので、世界中ので公開されているようなデータを徹底的に集めてきて、まあ、それらをすべて RDF 形式にて記述をし直したところから始まりました。でまた、タクソノミーのところで、まあ、ストレインデータ、微生物の菌株情報ですけども、こういうものは NBRC とか JCM の機関の、ご協力をいただいて、まあ、ここに書いてあるような株数の、全てのデータを全て RDF にして記述をしてきました。で、大体トータルのトリプル数はどれぐらいかというと、まあ、トータルで大体11億トリプルぐらい の巨大なデータベースになっています。で、またですね、まあ、RDF に変換をして、でまあ、それでその、トリプルストアの中に入れてあげればそれだけで全てが終わるだろうということでは決してなくて、やはりその異分野のデータですから、異なるデータベースの統合化っていうためにはですね、まあ、それだけではなくて、まあ、多様な表現を統一してあげる必要性というのが必ず出てまいります。で特にまあ環境情報というのは単語の定義とか及び語彙の階層的分類定義が必須になってきますので、まあ、結局最終的にはオントロジーとかボキャブラリーをちゃんと開発していかなければいけないというふうになりました。でそこで我々はそのオントロジーの開発を、まあ始め当初から始めていきました。でまずはINSDC のオントロジー、ゲノムアノテーションの標準化のためのオントロジーですけども、まあ、こういうものとかパルトのオントロジーというものを、まあ、DBCLS の方々とかあとバイオハッカーさんを通じて、開発をしてきました。でまた、メタゲノムサンプルの、まあ、メタゲノム情報っていうのは、まあ、遺伝子情報と環境情報両方持っている特殊なデータですけれども、そのメタゲノムのサンプルをまず、定義しましょうということで、この MSV というようなボキャブラリーも作りました。でまた、環境情報そのものをですね、ちゃんと、階層化しなければいけないということで、メタゲノムエンバイロメンタルオントロジーということで、MEO というものを開発して、まあ、環境を、まあ、このように大きく5つに分類をして、まあ、その中で、環境を定義していくというオントロジーを開発いたしました。でさらに、研究者コミュニティ、特にこれは、病原菌に関するコミュニティですけれども、というところから強い要望をいただきまして、まあ、例えば疾病語句を発生部位によって分類したような、オントロジーでありますとか、あとは症状ですね、症状のオントロジーを発生部位によって分類したようなオントロジーっていうものを作って、まあ、例えば、何か病原菌に感染したときに、ダイアリア、下痢を起こしましたっていうようなところでも検索ができる。というような形を取ろうとしまして、取るために、まあ、このようなオントロジーを開発してきたわけです。で、トータルで開発したオントロジーですけども、ここに一覧をずらっと書いておりますけども、まあ、このようなオントロジーをこれまで開発してまいりました。で、さらにですね、それぞれ、バクテリアのゲノム情報とかですね、まあ、いろいろな情報がございますけれども、そのゲノム情報っていうのは種、もしくは株ごとに独立しているわけです。でそれがデータベースに入って、それが完全に独立していれば、横串を入れた検索等はできなくなりますので、まあ、その横串を入れたような検索をさせるためには、どうしてもゲノム間を接続してあげなければいけません。で、そのゲノム間を接続する一つの有用な情報として、このオーソログ遺伝子情報というのがあります。で我々のグループの中に、奇跡の内山さんがおられまして、まあ、古くからこの MBGD と呼ばれるバクテリアのオーソログ遺伝子データベースを作っておりました。加えまして、まあ、このバクテリアのオーソログループデータベースをですね、まずオーソログループの、まあ、さらなる精密化を施した後に、このデータベース全体を、まあ、RDF 化するということをやりました。で、これを、各ゲノムを、まあ、のり付けする、のりしろにすると、のりにするというような形で位置づけました。でトータルとしては、オーソログループ自体は、まあ、34万グループなんですけれども、まあ、トリプル数としては4300万トリプル。のようなこのぐらいの大きさの、データベースになっております。で、またその横串をつなげるという点でもう一つ重要なデータがあります。それがメタゲノム情報です。で、このメタゲノム情報は先ほども少し申し上げましたけれども、遺伝子情報と環境情報を、まあ、ブリッジする、まあ、唯一のデータといっても過言ではありません。
非常にユニークなデータです。従いまして、まあ、環境情報とゲノム情報がここでブリッジされるので、初めてですね、異分野との融合というのが可能になってくるというわけです。従いまして、まあ、ここをですね、徹底的にあのデータベースの中に入れ込んであげようということをやりました。でまず、ちゃんとした解析パイプライン、まあ、我々のところでずっと作っておりましたので、そういう解析パイプラインで、すべてのデータを、まあ、解析をしてあげて、まあ、それを第二次データとしてデータベースの中に入れ込んであげるということをやりました。で、これらもすべて RDF 化をしています。でどのぐらいのデータ数かというと、大体、まあ、プロジェクト、大きいプロジェクトが海外で走っておりましたので、人のメタゲノムが多いんですけれども、まあ、トータルしますと、大体8万サンプルぐらいのデータを、まあ、徹底的に RDF 化していったわけです。で、このメタデータ、メタゲノムデータですけれども、このメタゲノムデータ、得られたという断片的な配列がございますけれども、それをですね、まあ、このゲノム上に全部マッピングをしていってあげて、でゲノムとこのメタゲノムの関係というものがそこで生まれます。でさらにこのゲノムと環境の情報というのがここで結び合っていくわけですね。でさらにゲノム上には恐る遺伝子がありますから、まあ、このようなスキームで、環境から遺伝子まで全てが、つながっていくというようなスキームになります。でさらにこうやってデータベースを作ってきたんですけども、やはりそれは RDF の集合体ですので、まあ、それをそのままお見せするわけにはいきませんから、これは昨日の片山さん、あと今日の岡本さんもから表がありましたけれども、スタンザと呼ばれているそのデータベースの検索結果をちゃんと返して可視化してくれるような、まあ、そういうアプリケーションを、まあ、テンプレートを作っていかなければいけないということです。でまあ、これをやるためにはまずそれぞれのデータの ID 関係をきっちりと定義をして連結をしていかなければいけませんので、まあ、こういうことをやってまいりました。で統合スタンザというところで DBCLS を中心として、使用をですね決定していただけましたので、まあ、それを使いながら我々も開発をしてきました。で我々のグループでは58種類独自のものを作って、あとですね、DBCLS で開発された34種類のスタンザを今のところ我々のデータベースにも、導入させていただいて使っているわけです。で ID ですけれども、まあ、これ複雑だということだけをお見せする絵なんですが、まあ、こういうところ色がついているところで、まあ、徹底的に ID のマッピングを行っていってあげて、で、まあ、スタンザを作り上げていくということにしました。で、スタンザですけれども、まあ、非常に簡単なところでは、遺伝子のアノテーション情報ですとか、まあ、オルソログのリストであるとか、まあ、ゲノムのインフォメーションとか、まあ、こういうようなスタンザが、まあ、いろいろと、まあ、開発されているわけです。で、さらにメタゲノムで言いますと、まあ、どういう環境、あるメタゲノムのサンプルがありますけれども、そのサンプルに含まれているバクテリアの、種組成というのはどういうふうになっているんですかというものを、まあ、表示することができるようなスタンザも用意しています。でまた、メタゲノム配列情報をですね、ゲノム、バクテリアゲノムにマッピングをするわけですけども、まあ、この場合、上の場合、このバクテロイデスの衰退用タオミクロンというバクテリアですが、まあ、それに、いろいろなメタゲノムをこう、断片配列をマッピングしていってあげると、これ横軸がですね、これゲノムの全長になってます。で、青いところはほとんどヒットがないというところですが、色がついているところはヒットがあるというところを意味しています。で、これを見ていただくと、このバクテロイデスっていうのは、まあ、ヒューマンの、お腹の中の、一番トップのバクテリアですから、まあ、こういうところに、ゲノム全域にあたってヒットしますよと。で、それ以外のなんか、こういうオイルコンタミネーションとかですね、まあ、こういうところには当然バクテロイデスはあんまりいないんですが、このカウのルーメンの中には結構ありますよと。でこの辺の位置を、まあ、この辺をクリックしていただくと、まあ、こういうところの、遺伝子というのがどういう遺伝子なのかというのが見えることができます。で下の例も、まあ、同じような例であります。これはバートルデリアマルチボランスと呼ばれて、まあ、多感の方構造を分解してくれるようなバクテリアですけども、まあ、こういうものがですね、まあ、今度逆にお腹人のお腹の中にはいないんですけども、やはりこのオイルコンタミネーティブソイルとか、まあ、こういうところからは多数の遺伝子が、まあ、見つかってくると。すなわち自分のバクテリアっていうものにコードされている遺伝子がどういう環境からどういうふうに見つかってくるのかというのを、一目瞭然で見ることができるような、スタンザになっています。でまたこれを人、まあ、メタゲノムの場合で言いますと、じゃあ自分のバクテリアとか自分の調べたい遺伝子がですね、人の体の中のどういうところから見つかってくるんだろうかというのを、まあ、これも DBCLS のモジュールですけれども、まあ、こういうところに、で、まあ、赤いところから見つかってくるということを意味していますけれども、まあ、こういう、スタンザを開発しています。で、まあ、このような経緯で、microbeDB.jp という、データベースを、まあ、作ってきました。で、インターフェースが、まあ、これまでのバイオのデータベースとは大きく異なっています。で、これはですね、やはりその冒頭から申し上げてますように、分野外の先生ではですね、
もうどこからどう手をつけていいかわからない、インターフェースが困るわけですね。従いまして、まあ、皆さんがファミリアなこういう、インターフェースに近づけています。従ってものすごく知識があってですね、データベースを渡り歩いてきたような方々は、まあ、このインターフェースには多分不満を抱かれると思うんですけれども、それはもともと大昔 Yahoo のディレクトリ検索があって、その後 Google 検索があって、もう僕も覚えてますけど、 Google 検索が出てきた時、ここに何を入れればいいのかさっぱり分かんないんですね。だけど、まあ、そのうち皆さん、ディレクトリ型検索よりもこういう検索の方が、見やすいというふうに変わっていったように、多分、もう部外者の方々からはこういうインターフェースの方が好まれるのではないかと思って、まあ、こういうインターフェースにしてあります。で、例えば、レイクと呼ばれる、湖ですね、っていうような単語を、まあ、ここに入れてあげると、まあ、レイク由来のゲノム解読済みの株の一覧が出てきます。で、こういうところをクリックしていただけると、当然、より詳細なデータにリンクされているわけです。あとは、レイク由来のメタゲノムサンプルとかですね、あと金株情報でありますとか、あとメタゲノムの情報でありますとか、あとはレイクと、まあ、関連したような語彙は何なのかとか、より上位の概念は何かとかっていうようなところが、まあ、全て検索することができるようになっています。で、またこれは別の例ですけれども、例えばストレプトコカスピオジェネス、これは A 群連鎖球菌ですが、まあ、こういう病原菌なんかで検索をしてあげると、まあ、こういう一般的な情報に加えて、じゃあこのストレプトコカスピオジェネスを、この横軸にして、まあ、どういうメタゲノムの、データがここにマッピングをされるのかっていうのを調べてあげると、まあ、例えばこの辺非常に強くマッピングされる部分が出てくると。でこれは何かといったら、まあ、抗生物質耐性遺伝子自身は持っていないんですけど、耐性物質遺伝子を持ったモバイルジェネティックエレメントっていうのがやはりいろんな環境から、まあ、見つかってくるっていうようなことが、まあ、一目瞭然で理解できるわけです。でこれも同じような例ですね。で実は昨今ですね、その新型シーケンサーというのがですね、まあ、開発されて、まあ、久しいんですけれども、もういろいろな研究室に浸透し始めています。でそういうことでですね、バクテリアゲノムサイズがちっちゃいですから、比較的安価に、まあ、誰にでもですね、まあ、ゲノム解読というのは可能になってきたわけです。まあ、しかしながらですね、完成ゲノム配列というのは未だに結構難しいわけです。で、したがって皆さんは何するかといったら、まあ、とにかくシーケンサーで読んでアッセンブラーでアセンブルをして、そこで終わりとっていうような、いわゆるドラフトゲノム配列まで研究をするというスタイルが現在どんどん伸びています。でその一つの流れとしてシングルセルジェノミクスという技術が発展してきたこともあって、これはですね、なかなかこうコンプリートゲノムを、作ることは難しくて、まあ、全てが大体ドラフトゲノムなんですけど、こういうものが爆発的に現在、どんどん増えていっているという状況です。でこのドラフトゲノム配列はですね、公共データベースに登録する際も実は遺伝子アノテーションは不要です。WGS というところに登録してあげれば、この特に遺伝子アノテーションをきっちりする必要性はありません。で、したがって、ドラフトゲノム配列の段階で、まあ、自動アノテーションをしてあげて、まあ、同時に新しい知識を発見するということが、まあ、研究のスタイルとしては重要になってきていると。まあ、そこで我々このドラフトゲノム配列をきっちりと読み込んで、我々のデータベースの付加価値を高めていくと同時に、そのユーザーに、もうちょっと、データベースっていうものの、価値をですね、感じていただこうということで、この自動アノテーションシステム MyGap というものが、昔から、別のプロジェクトで作っておりますけれども、この MyGap との連携ということを考えました。で微生物ゲノムの解析の流れというのは、まあ、シーケンスしてアッセンブルしてギャップクローズしてジーンアノテーションしてデータベースに登録というような流れなんですけども、まあ、この、MyGap というものはこのジーンアノテーションのところを自動化するような、ソフトウェアになっているわけです。で、まあ、ところが、それで、この MyGap 自身は今 DDBJ のサービスの中に組み込まれていて、まあ、こういうところで、ログインすることができます。で、MyGap 自身は、ものすごい勢いで、データの解析数を伸ばしていまして、やはり、先ほど申し上げた通り、新型シーケンサーの威力っていうのはすごいんだなというふうに感じます。で、そのシングルセルジェノミクスですけども、これもついこの間、ネイチャーから出た論文ですが、やはりシングルセルでどんどんこういうドラフトゲノムを出していくと。で、このプロジェクトの場合は200株ぐらいのデータを、まあ、一気に出してきているわけですね。このような状況があるので、ドラフトゲノム解析としては、もうこのコンティグを作った段階で、もうマイギャップを通してあげて、このマイクロブ DB に、まあ、直に入れてあげると。で当然ですね、こんなの全員に公開したくないよっていうことがあると思うので、ちゃんと、アクセスをコントロールしてあげて、そのグループでどういう情報を共有するのか。で、ここまでは情報を出してもいいよっていうような形で、ちゃんとコントロールをした上で、このマイクロブ DB.jp の中で、他のデータとのリンクを、作成していくということを、しています。
で、ただここで出てきたデータを直接ここに入れることはまあもちろんできるんですけれども、実はこの MyGAP 自身にはメタデータ、いわゆるこのゲノム、バクテリアがどういうところで取られてきたっていうような環境情報が一切付されてませんので、まあ、そういうものを付すような、中間サーバーがどうしても必要になってきます。ということで我々はこのゲノムリファインという中間サーバーをまあ開発して、 MyGAP からデータをこの中に入れてあげて、まあ、ここでメタデータを記述した上でマイクログ DB の方に流していくというようなことをやっています。で、まあ、さらにですね、アノテーションをどん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 やはりコード化していかなければいけませんので、これも最初からずっと言っておりますけれども、研究者コミュニティが非常に分厚いですね、モデル微生物に対してのサービスというのも行っていて、まあ、統合アノテーションシステムというものを開発してきています。で、具体的には大腸菌、枯草菌、卵巣、放線菌というようなモデル微生物に対して、まあ、しっかりとしたアノテーションを、まあ、文献ベースできっちりとつけていくというような、システムを、microbeDB.jp に、つけて、データの、正確性を、角度を上げていくということをやっています。で、論文に基づいておりますので、例えばシアノバクテリアではもうこれぐらいのペーパーをそのデータベースの中に入れてますし、放線菌も227の論文をこの中に入れて、アノテーションのコード化というのを行っています。それと同時に、昨今そのマルチオミックスデータが様々出ておりますけれども、そういう、その、放線菌なら放線菌で出ている、RNA-seq とかという情報を、まあ、いかにして、じゃあゲノムに結びつけるかというところで、まあ、そういうものの RDF による統合も行ってきています。まあ、このようにしてデータベースを作ってまいりました。で、このデータベースですけれども、まあ、国際化をやっぱり非常に重要になってくると考えて、まあ、図書から国際化に関してはいろいろとチャンネルを開いてまいりました。で、まあ基本的にはですね、まあ、この GDF とかですね、あと WDCM と呼ばれているようなところで、まあ、共同でまあオントロジーっていうものを開発していきましょうと。っていうような形で現在、議論を続けているところであります。またオーソログに関してもオーソログのグループでやはり RDF というものを今後標準にできないかということで話をしているところです。で、さて、データベースどんどん伸びている状況ですけども、これは NCBI のさらにのデータベースの成長曲線ですが、この中でメタゲノミックデータというものをですね、着実にどんどん増えているというような状況にあるわけです。で、このような状況下ではですね、いろいろな大きいメタゲノムプロジェクトも動いています。特に面白いのは、これはホームマイクロバイオムスタディといって、まあ、家の中にも、まあ、たくさん微生物が存在するんですけども、そういうものを徹底的に解析して、まあ、ダイナミクスを追っかけましょうというようなプロジェクトでありますとか、こちらはホスピタルマイクロバイオムプロジェクトといって、まあ、病院の中での、そういう微生物のダイナミクス、動態というものを徹底的に解析をして、これまだ、CG になってますけど、病院が出来上がってません。要は病院建設の時に、微生物学者が一緒になってどういうふうな病院の建物にすれば院内感染とかが例えば防ぎやすいのかっていうようなことを、まあ、徹底的に、やっていこうという、まあ分野融合のいい研究例だと思います。まあ、こちらは家という環境で、こちらは病院という環境とどう結びつけていくか、でさらに、まあ、地球丸ごと、データベース化しようなんていうでかいプロジェクトも走っているわけです。従いまして、我々のこの microbeDB.jp の今後の展開といたしましてはですね、まあ、一つはですね、まあ、より上位の生物のデータの統合化を考えています。で、我々の、テーマは微生物データベースなんですけど、今回、データベース化しているのはほとんどが、バクテリアとアーキアです。従いまして、やはり藻類とか菌類っていうものも微生物ですから、まあ、こういうものを、まあ、徹底的に統合化できたら良いなというふうに考えています。で、その、一つはですね、やはりホロゲノミクスという言葉が最近にわかに、上がってきていまして、まあ、これは何かといったら、まあ、植物もですね、我々人間もそうですけれども、微生物と必ず関与して生きているわけですね。したがって、その関与をですね、徹底的にメタゲノムではなくて、まあ、全てのゲノムを明らかにしていって、で、その関係性をですね、明らかにしましょうというような、まあ、壮大な計画なんですけど、こういうホロゲノミクスという言葉も、まあ、世界で出始めてますので、まあ、そういうものの到来に備える意味でも、より上位のこういう微生物、もしくは植物を含めてですね、というところと、統合化というものを図っていかなければいけないかと思います。それに対するデータの準備をしていかなければいけないというふうに考えています。
でまた、環境っていうものが我々の、一つの柱になってますので、まあ、より高度な環境データとの連携っていうものを模索していきたいと考えています。例えば、まあ、地質学データでありますとか地球化学データ、あとリモートセンシングデータとか、まあ、今日あの講演がありましたけども海洋のデータですね。でそういうものともやはり連携っていうものを強めていきたいなというふうに考えています。でその時に、まあ、一つ重要になってくるのは各分野のオントロジーとの連携になります。でこれは私の研究ですけれども、私の研究でですね、こういう温泉の、バクテリアの研究をしていたりします。でこれはですね、当然僕のような、あの微生物の人間ができるようなだけでできるような研究ではなくてですね、まあ、いわゆる融合領域分野の研究です。あの地質学とかですね、いろいろな方と連携しなければこういう良い研究はできません。でまずはですね、徹底したこういう地質調査があって、それでまあ選定する温泉がまあこう選ばれて、こういうところに行って新型シーケンサーで解析をしてゲノムを出すと。でこの例の場合はですね、まあ、日本のある地域なんですけども、ここに行くと、まあ、こういう蛇紋岩と呼ばれているこういう地質がこう存在するわけですね。でここを貫くような形で温泉が、実はこの蛇紋岩が地表にこう飛び出している地質地域っていうのは世界的にも非常に珍しい地域です。でそもそも蛇紋岩って多分皆さんよくご存知じゃない、初めて聞くような単語じゃないかなと思いますけれども、これはいわゆる観覧岩と呼ばれているものがまあ変成したようなものです。でまあ、観覧岩が変成したといっても多分皆さん全くわからないと思います。で僕はもともとそういうことを勉強してた人間なのでよくわかるんですが、で実はその観覧岩っていうのは今地球の奥底にいてですね、表に出ることはない岩石です。でそういうところにじゃあどんな微生物が住んでいるのか、これは非常に面白いわけですね。そうすると地質学の人たちとまあ協力をし合ってやっていくわけなんですけど、その時にじゃあデータベースとしてどういうふうな問題点が生じるのかという話になってくるんです。で蛇紋岩自体はですね、これ英語で言うとサーペンティナイトという言葉になります。でじゃあ我々のデータベースでですね、何ができるかというと、実はサーペンティナイトっていうので、ちゃんと検索をすると結果が出てまいります。でこれは別に僕のデータではありません。とあるグループのデータですけども、サーペンティナイトというのをやると、まあ、そこにどういう微生物がどんな感じでいるのかというのはちゃんとデータベースで見ることができるようになっています。すなわちじゃあ地質学の先生がじゃあどっかの温泉に行った時にじゃあこの地域にはどういう微生物がいそうなのかというのを我々のデータベースで引っ掛けていただくと、まあ、すぐにこういう答えが返ってくるということになります。ところがここで一つ問題になってくるのは、我々の開発したメオと呼ばれているオントロジー、環境のオントロジーは、じゃあこのサーペンティナイトをどういうふうに表現しているかというと、実はですね、まあ、ハイドロスフェア、水圏から始まってずっと行ってホットスプリングに行って、アルカリホットスプリングと、っていうような形の、オントロジーになっています。ところが、ジオロジカルオントロジーというのが、まあ、存在するんですけど、こちら側から言うとどうなるかというと、ロック、岩があってですね、あとこうプルトニック、これ新生岩ですね。で、ウルトラベーシクロ、超塩基生岩っていうのがあって、ジャモン岩っていうのがあります。でこことこの中のサンプルがつながるわけですね。したがって地質学の人から来ると、まあ、こういう常識で来ると、でもバイオから来るとこういう常識で来ると、だからこことこことをうまく結びつけていかないと異分野との融合というのがなかなかできないだろうなというふうに考えているわけです。したがって我々のところでは、地質学とか、まあ、そういうデータとかを、まあ、こういうオントロジーとの連携を通じてですね、これからなんか、模索していきたいなというふうに考えています。で最後にですね、まあ、やはりですね、我々メタゲノムなんていうとんでもない大きいデータを扱っているので、やっぱりビッグデータに対してですね、やはりその計算機資源のところの開発というのをやっていただかないと、もうアップアップな状態なわけですね。したがって、まあ、ビッグデータの次世代基盤技術開発との連携、まあ、こういうグループがありますので、まあ、こういうグループとまあ連携をしていってですね、まあ、そこではですね、非常に最適な課題ではないかというふうに個人的には考えていますので、まあ、そういうところとまあ密に連携をして進めていきたいなというふうに考えています。でまあ、社地最後、まあNBRC とか、まあ、JCM には、まあ、そういう株のデータをいただきまして、どうもありがとうございました。以上で終わります。ありがとうございました。